今日も、デボーションをシェアということで、ユシフ兄弟のために、撮っていきたいと思います。今日は第一コリントの、5章を読みました。で、5章からは、具体的な問題を、パウロが取り扱っていく形になります。で、4章で、神の国は言葉ではなく力にあるんだ、つまり何を言うかではなくどのように生きるかということが、神様の力の表れなんだ、神様の、クリスチャンの人生ですよね。神様に愛されている者の人生っていうのは生き方に表れるんだということですね。言葉じゃなくてということをパウロが言った後に、5章から、具体的な、コリントの教会の問題に、パウロは、取り組んでいくというか、語っていくわけです。で、みだらな行いがある、一節、現に聞くところによればあなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことですというふうに、これちょっと状況として、一般的に言われているのは父の妻を妻にしているということは、お母さんですよね。普通に考えたら父の妻なんで。だけど、多くの、仲介者というか、理解としては、実際のお母さんを妻にしているというよりは、後妻というか、父の、お母さんは、亡くなられたか、離婚されたかの形で、後から入ってきた、奥さんと、性的な関係を持っているというふうに理解することができるわけです。それは異邦人の間にもないほどの乱れの行いだと書いてありますので、実際の親近相関というか、そういうものだった可能性も、あると思いますね。これちょっと正確にはわからない状況があります。ただ、そういう家族の中で乱れの行いがあるということですね。で、そのことに関してそれなのにあなた方は思い上がっていますと、むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですかというふうにパウロは語っているわけですけど、ここで、少し理解しておく必要があるのは、コリントの町というのは非常に乱らな風紀的に乱れている場所だったということですね。今の、ある意味この私なんかが住んでる、首都圏なんかもそうかもしれないですけど、性的に非常に乱れているわけですよね。神殿娼婦と言われる、その性風俗産業というふうに言っていくんですけど、そういうものが非常に横行している、アフロディーテの神殿というのがコリントにありましたので、そこで公然と神殿に仕えている巫女たちが夜はコリントの町に出て、娼婦として働いていたということが、残っているわけですね、文献の中では。そういう乱れなんでも関係ないというか欲望のままに生きている姿というのがあったわけですね。で、そういうものをそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですかと、これ教会と、なんて言うんでしょうね、教会員の在り方ということもここで語っているわけですね。取り除くというのは、除名というふうに、今の教会則で言うと言えるわけですけれど、本当に信仰を持っているのであれば、そんなことはできない。で、そのようなものは、本当に救われているというふうには言えないっていうふうに、理解することができるわけです。で、ここで、クリスチャンの中に残っている、罪の問題というのがあるわけですね。で、その、取り除くままそのことに触れて、6節を見ると、あなた方が誇っているのは良くないことですと。で、わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。で、これ当時イーストというものを、当時も今もそうですけど、イーストを入れて、パンを膨らませる、発酵させるということを、やってたわけですね、食品を作るときに。で、
7節見ると、新しいこねた粉のままでいられるように古いパン種をすっかり取り除きなさい、あなた方は種なしパンなのですから、というふうに書かれて、で、私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのですって書いてあるんですけど、これは出エジプトの、種なしパンの、まあ、過ぎ越しの祭りというか過ぎ越しですよね。あのエジプトから出るときに、パン種を入れないパンを焼きなさいというふうに神様は言われて、それを食べてから出かける。でそのことと、まあ、実際の、イエス・キリストの、犠牲ですね、イエス・キリストの贖いを、重ねてパウロは語っているわけです。ですので古いパン種というのはこれは罪ということですね。罪を取り除きなさいと、新しいこねた粉のままでいられるように、あなた方は種なしパンなのですから、ということで、罪によってもう支配されることがないクリスチャンたちの姿を、ここで語っているということを教えられるわけです。で、私たちはもう罪と共存できないんですよね。うちに聖霊なる神様が生きておられますので、私たちの罪深さっていうのは徐々に清められていく。ですから、クリスチャンになる前に犯していた罪を同じように犯して生きていくことはできないんだということですね。で、すっかり取り除きなさいということがありますので、私の中には罪深さがまだ残っている。ですけれど、それを取り除きなさい、聖霊によって罪示されて一つ一つ悔い改め、清められていきなさいということをパウロは語っているわけですね。ですから、8節のところ、ですから古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか、というふうに言ってますね。これ杉越の祭りのことを、例えとして用いてるわけですけど、まあ、誠実と真実の心を持って、まあ、清められた魂を持って、まあ、祭りというのは、なんて言うんでしょうね、本当にイエス・キリストに感謝するということですよね。イエス・キリストに感謝する生涯を生きようではありませんか、ということですね。で、で9節からのところで、こういうふうに語ってますね。私は前の手紙でみだらな行いをする者たちと付き合わないようにと書きました、ということで、第一コリントの前に一度パウロは別の手紙を送っているということがわかるわけです。そしてその手紙の中で、みだらな行いをしている人たちとは付き合ってはいけないですよっていうふうに言ったわけですね。で、そのことを、10節から少し説明していくわけです。それはこの世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝むものと一切付き合わないようにという意味ではありません。そうだとしたらこの世から出ていかなければならないでしょう、と言ってるわけですね。つまり、この世のということは、クリスチャンじゃない、まあ、未信者の人たちっていうのは、まあ、基本的に罪の中に生きてますので、で彼らと付き合うなという意味じゃないよっていうふうにパウロ言ってるわけですね。で、そういうふうに誤解される、まあ、可能性があるとパウロは思ったわけですね。で、もしそうだとしたら、まあ、この世から出ていかなければいけない、いわゆる、まあ、隠者としての生活というか、まあ、修道院みたいなところに閉じこもって、この世から清く自分を保つために、そうしなきゃいけないでしょ、でもそういう意味じゃないんですよっていうふうにパウロは言っているわけですね。なぜなら私たちはこの世にあって、地の塩、まあ、この世の腐敗を引き止めるものとして用いられるために、まあ、この世に使わされているわけなので、私たちがもし未信者と関係を持たなければ、彼ら救われるチャンスがないわけですよね。だからそういう意味じゃないんだって言ってます。で、11節、私が今書いたのは兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです、というふうに、いわゆる教会の内部と外部の話で、教会の中にクリスチャン、まあ、兄弟と呼ばれるものなので、クリスチャンと言われるもので、そんな生活、まあ、世の中の人と変わらない罪深い生活を送っているとしたら、まあ、彼らを取り除かなければいけない、
まあ、彼らを、まあ、クリスチャンと認めずに彼らは救いが必要な人として取り扱わなければいけないという意味ですね。だから教会の中でみだらな行いとか罪深い生活をしている人がいたら、そう、兄弟として認めてはいけない、兄弟として付き合ってはいけないという、そういう意味ですね。まあ、救い の基準を明確にしなければ、誰が救われていて誰が救われてないのかということも、分からなくなってしまう。そうすれば、いや教会も世の中と変わんないじゃないかということでつまずきになってしまうというふうに理解することができるわけです。ですから12節では、外部の人たちを裁くことは私がすべきことでしょうか、あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか、外部の人たちは神がお裁きになりますというふうに書かれてますね。だから、まあ、未信者の人たちがどういうふうな生活をするかとかっていうことは神様にお委ねして、そして教会の内部でみだらな行いであるとかそういうものは取り除いていく、それが私たちの責任なんだということを教えられるわけです。でここは、非常にデリケートな問題というか、罪に苦しんでいる兄弟姉妹たち、まあ、私自身も含めてですけど、自分の罪深さというものに気づかされてそれを嘆きながら生きている兄弟姉妹たち、まあ、それは、神様の働きがあるのでそこで裁いて除名するということではなくて、みだらな行いを平然と行ってしまう、そしてそれが悪いことだとも思わない、そういう悔い改める思いや罪を嘆く思いのない人たちは、取り除いていく、まあ、彼らが救われるためにそこを明確にしていくというふうに理解することができるわけです。ですからちょっと戻りますけど、5節、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。そのようなものっていうのはみだらなものですね。でそれによって彼の霊が主の日に救われるためですというふうに言っていますけど、救われてない人を救われているというふうに認めてしまうと、まあ、そのまま滅んでしまうわけですよね。だから、救われてない人は救われてないんだとはっきりと、まあ、明確にすることによって示すことによって、まあ、悔い改めに導かれて最終的に彼らが救われるチャンスを残しておくというふうにパウロは言っているわけです。ですからどこまでも神様は私たちに対して、まあ、憐れみ深いというか救われるチャンスをどこまでも残しておいてくださる、そして何とか私たちが救われるように、全ての人が救われるように、まあ、神様は私たちに教えておられるんだなということを、今回は感じさせられました。私たちのうちには肉の欲、このみだらな行い、まあ、特に男性である私たちはそういう誘惑に、生涯戦っていかなければいけないわけですけれど、まあ、神様は私たちのうちに働いてくださって私たちを徐々に清めてくださり、そのような誘惑や、まあ、罪深さに打ち勝つものと変えてくださることを覚えて、感謝をしたいと思わされました。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。